ヒーリング&スピリチュアルチャンネルへようこそ。永井和也です。今回もですね、引き続き怪談朗読お蜜の音量を、これから行いたいと思います。こちらの作品は、まあ以前も言っている通りですね、結構恐ろしい話になってますので、霊障が起こり得る可能性もなくはないので、そういった場合はですね、光明信号の方をいくつか、動画配信しておりますので、そちらの方を、ご覧になって除霊、厄払いしてみてください。ではこれから始めたいと思います。回想戦国時代3話。1467年から1615年、関東地方。はあ！大声を発する男。時は戦国時代。各地で合戦が繰り広げられ、天下統一を狙う一人の武将。約150騎余りの部隊を引き連れ、軍馬を走らせ、旗を掲げた。のどかな里山で育つ百姓のお蜜。畑で収穫した野菜をざるに入れ、近くの川辺へ向かう途中。今日はとても良い天気だわ。青空から朝日が差し込む。近くにある森林からウグイスの鳴き声。とても穏やかな時間。しばらくの間ゆっくり歩いていると、どこか遠くの方から激しい音とともに、はぁ！と威勢の良い掛け声。ん？何かしら？ふと振り向いた瞬間、押し寄せてくる軍馬の集団。ドドド！蹄の音が鳴り響く。土煙が高く舞う中、驚いて地面へ腰を落とす彼女。それに気づいたかのように群衆を引き連れ、先頭を走っていた武将は突然手綱を強く引き、片手を上げた。止まれ、皆のども。掛け声とともに一斉に軍馬が停止。一瞬にして静寂に包まれる。後方を振り向きながら馬から降り、お蜜のもとへ近づく人物。お主、大丈夫だったか？怪我は？優しく手を差し伸べてきた。いえ、大したことないです。凛々しい顔立ちの男。黒い甲冑を身にまとう姿を見て、戦国武将だと気づく。自力で立つお蜜。そこへ一人の家来が駆け寄ってきてひざまずく。武将殿、お時間がありませぬ。たった150騎の我が軍は早くこの地を抜けねばなりませぬぞ、今は。わかった、急ごう。うなずき先頭へ戻った。馬にまたがったと思いきや、再びお蜜のもとへ。そなた、名は何と申す？唐突に尋ねてきた。私は、蜜と言います。お蜜か。素敵な名だ。また会おう。彼女を見下ろし、力強く手綱を引き、
天高く青空を見上げ、威勢よく叫んだ。皆の友、赤道へ向かうぞ。出陣じゃ。一斉に群衆たちは旗を掲げ上げ、軍馬を走らせた。立ち込む土煙は次第に消え、日常の風景に戻る。走り去っていく様子を見届けるおみつ。道端に落ちたじゃがいもやしいたけを拾い上げ、ざるに乗せ、そばにある川辺へ向かった。一週間後、日差しがまぶしい晴れた昼間、いつものようにおみつは川辺で収穫した野菜を洗っていた。晴れた日にはうぐいすが鳴き、川の魚たちはキラキラ元気よく泳ぐかな。気持ちよく童謡のような歌を口ずさむ。どこからか、ピーッと鳴り響く音色。不思議に思い、首をかしげ、手にしたじゃがいもを置き、周辺を見渡す。すると、森林の方から馬にまたがったあの戦国武将らしき姿。涼しい顔をし、何やら横笛を吹いていた。あれはもしや、武将様？とっさに立ち上がり、微笑みを浮かべた。静かに川辺へと近づき、馬に水を与える。素敵な里山だ。景色が良い。目を細め、眺めた。ここは自然豊かで小さな里山です。わざわざどうしてこの村へ？武将の目を見つめながら問いかけるおみつ。気持ちが落ち着く。戦の緊張がほぐれるわ。そう言うと、急に片手を差し伸ばしてきた。おみつよ、馬に乗ったことはあるか？いえ、ありません。大丈夫。怖くないぞ。さあ。少し警戒してはいたが、しっかり手を握りしめ、後ろにまたがった。まあ、なんて景色が良いのかしら。微笑む彼女。武将の腰にそっと両手を回す。静かに馬を歩かせた。幸せなひととき。しばらくその様子を眺める村人たち。あの男は戦国武将だと、なんとなく分かっていた。見ろ、おみつのとても幸せそうな表情を。横目で畑仕事をしながら、そうつぶやく。村一番のきれいな娘。晴れ晴れした青空の下で、微笑ましく見え、皆共感。いつしか二人は恋に落ち、たびたび会っていた。ある夕暮れ時、真剣な眼差しで、こう告げる。おみつ、明日から戦に出ねばならない。この乱世はあと半年余りで収束する。そしたら我の嫁として迎えに来るがよいか？構いませぬ、武将様。そう約束をすると、ゆっくり振り向く武将。目を伏せ出すおみつ。
互いに愛し合い、口づけを交わした。しばらくそのまま武将の大きな背中へと寄り添う。夕焼けで赤く染まる景色。愛情に満ちあふれ、永遠の愛を誓うのだ。時折、かあ、かあ、と泣き叫ぶカラス。なんだか切ない気分ではあるが、喜びもひとしお。しかし、これが最後の姿になってしまうとは、誰も想像しなかった。一ヶ月後、あれから時が経った満月の夜、里山の村に慌ただしく馬にまたがる武将の家来らしき人物。緊急事態じゃ、これをおみつに渡すのじゃ。そう叫ぶと同時に手渡し走り去った。背中には弓矢が刺さったままの状態。何事かと思い、ざわざわする村人たち。受け取った手紙をおみつの住む屋敷へ急いで持っていく。すぐさま広げる水色の和服を着た彼女。なぜだか手が震えて、記される内容はこうだ。背景、おみつ殿。関戸の戦いで敵軍により我が軍は全滅。無念に武将もこの世を去った。全員戦死。あしからず。敬具。読み終え、愕然とする。目から大粒の涙がボロボロこぼれ落ち、手紙がにじむ。動揺を隠しきれない。屋敷を出て暗闇の中、里山のふもとへと向かった。武将と初めて出会った場所。一途な思いが最悪な結果となり、泣き崩れる。武将様、なぜ私を残して。うなだれ、手紙を両手で胸元に押し合わせた。やがて古井戸のある方へ歩み寄る。平常心を失いかけていたその時だ。何を思ったのか急に、ドボンと身を投じ、入水自殺を図るのだ。静寂な満月の夜、悲しくもそれがおみつの最後の日であった。享年20歳。翌朝、井戸の中には手紙が浮き、さらにうつ伏せ状態で発見される無残な遺体。皆嘆き悲しむ。しばらく菊の花が幾日も井戸付近にたくさん添えられてはいたが、夜になると毎晩、古井戸の森からすすり泣くような女の声。村人たちはおみつだと感づくと、それ以来、悲しい神の女幽霊として崇められていた。だが、その怨念は凄まじく、不思議な力を持ち、奇怪な自然現象を操り、ましてや夜になると、道行く者たちを井戸の中へ引きずり込むといった恐ろしい出来事を起こすようになった。成仏されない怨霊。いつしか花も添えられなくなり、恐怖に怯える村人たち。やがて村を離れると、さびれた廃村と化す。悪い噂だけが広まり、
誰も近づこうとはしない古井戸の森。時だけが過ぎ去ってゆく。これが当時隠されていたおみつの回想、戦国時代の貴重な秘話ではある。続く。